こんばんは、対談の時間になりました。今日はですね、ミルクウサギのオーナー、メルちゃんさんに来ていただきました。メルちゃんさん、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、恒例なんですけども、簡単な自己紹介をお願いします。はい、セカンドライフ内でミルクウサギというショッピングモールを運営しております。メルちゃんクリスです。今日は、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。まあ、早速なんですけども、ミルクウサギというのは、どういう意味なんでしょうか。はい。あ、ミルクウサギと申しますのは、そのまま、日本語で訳しますと牛乳ウサギとかになるんですけども、これは牛乳ウサギではなくてですね、はい、白いウサギという意味を込めて、ミルクウサギという、はい。ミルクになっております。牛乳をたくさん飲んでいる骨太のウサギということではないということは、だけは皆さん勘違いしないということですね。はい、そうですね。真っ白な、はい。ロゴマークの、ウサギちゃんが、後ろの看板に。はい。はい。でも黒く。そうですね。看板は黒いですよね。実は白いんですけど。実は白いけど、看板は黒いんですね。はい、わかります。黒目です。すいません。はい。面白いですね。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、メルちゃんさんはね、いろんなところでもっていろんなことをされてるなっていうお話を伺ったんですけども、まず、セカンドライフ、まあ、始めたきっかけ、いつ頃からですけども、含めて、きっかけは何だったんですか？あ、はい。セカンドライフを始めるきっかけはですね、リアルの本屋さんの方でですね、たまたまセカンドライフの本がございまして、そのセカンドライフのかなりその魅力的なタイトル、だったんですね。何でしょう。セカンドライフの稼ぎ方とかって書いてある本がちょっと目についてしまいまして。ありましたね。確かに。はい。それをちょっと立ち読みして、あ、これは面白そうということでですね、実際始めてみました。なるほど。はい、いや、でも、確かにね、当時はいろいろな魅力的な本もたくさん見ましたので、でも、はい、なんとなくイメージ的に稼ぎ方っていうようなイメージの、ミルクさんのイメージじゃないので、ミルちゃんさんのイメージじゃないので、すいません。でも、始められて、どうでした？このセカンドライフの中に入ってですね、まず感じたというか。そうですね、まず、そうですね。初めてその大きいショッピングモール街に、最初はまあ外国の方に飛ばされまして、外人さんばっかりでちょっとよくわからなかったんですけども、その後にいろいろまあ検索で日本の場所ないかなと探しまして、それでなんかジャパンモールみたいな感じの、がトップ、トップ5ぐらいに出てきまして、それで、ここ行ったら日本人の方いらっしゃるかもと思って、そこのショッピングモールに行きまして、で、そこで初めて、日本の方がキャンプされていまして、で、ちょっとお話ししながら、ショッピングモール巡りまして、いろいろお洋服がたくさん売ってありました。すごい、そこで、すごい、という、セカンドライフの、面白いっていうんですかね。なるほど。はい、ちょっと、そこから、はい、はまっていきました。なるほど、ね。はい。でも、確かにね、中でもって、どなたかにお会いしないと、なんか、本当何していいかわからなかったっていうのは、多分最初の印象じゃないかなと思うんですけども。そうなんですよね。出会えて、で、ショッピングモールをして、なんか聞くと、お話を伺ってみると、なんかこう人形とかがもうリアルでも好きだったとかっていうお話で。そうなんですよ。かわいい、人形の、着せ替えとか、かわいい人形とか買うのが結構好きでして、はいはい、それで集めたりとか、そのかわいいものを見ると、ちょっとなんか癒されるっていうか、ね、そうなんですよね。それでまあ、そのセカンドライフの自分のアバターを自分で作って、で、それを
自分で見るのもまた楽しかったみたい。いや、わかりました。今日もすごい可愛らしい格好着て、してね、来ていただきありがとうございます。はい、いや、このスタジオがですね、ちょっとね、ほわっとなんかこう、なんか癒し空間になるような、そんな感じはしますけども、確かにこう、なんか可愛らしいと言いますか、そういうものを見るとね、人間こう、心を落ち着いたりとかね、はい、安心したりしますので。そうですね。はい。そこが魅力的かなと、ね、最初は、はい、思いました。やっぱりね、セカンドライフ の楽しみ方のこう醍醐味の一つですよね。こう自分のアバターを着飾るとか、自分のアバターを可愛くしたりとか、中にはね、本当に、はい、自分のアバターに恋愛をしているような、そんな方もいらっしゃるというのは話を聞いてますんで。あ、そうですね。はい。マイアバターラブとかって言ってる人もいましたので、やっぱりそういうね、いろいろな楽しみ方があるのも、まあ、セカンドライフかなっていう感じでもって、あれなんですけども。でも、まあ、そういう中でもって、なんかいろいろ言いながら、なんでこう、モールをやろうっていう形に、こう、話はなったんですか？そうですね。モールを始めるきっかけはですね、最初に、ファーガ村という日本の、はいはい、場所がございますよね。はい、で、はいはい、そちらね、すごい、可愛い町、可愛い町じゃないですか。で、すごい気に入ってしまいまして、はいはい、たまたま土地が、そこの土地が空いておりまして、うん、買ってしまったんですよね、その土地を。土地を。なるほど。土地を買うにはプレミアム会にならないと買えないんだということがわかりまして、はいはい。それで、もう、決心してプレミアム会になって、どうしても、はい。なるほど。はい。どうしてもここに住みたいなと、いうので、土地を買いまして、で、うんうん、土地を買ったら何にしようかなって、まあ、考えましたら、うん、いや普通に住むんだったらちょっと、うん、あれかなと思いましたので、うんうんうん、ショッピングモールでもちょっとやってみようかなと、はい。うん、ご自分は何か作られて売ったりされるんですか？いや、私は全く買う方ですね。うん、なるほど、はい。作れないですね。セカンドライフなんかそうするとショッピングモールを作った場合にはこういろいろな方々に出品していただくというような形でやってらっしゃるんですね。そうですね。お声掛けをしまして出品してくださいというのを営業してました。はい。ああ素晴らしい。ぜひぜひ冗談のような話ですけど私のキノコもそこに置いていただけると嬉しいかなと思います。ぜひお願いします。キノコを置いてください。はい、シムを最近買いまして、はい、そこでぜひ置いていただければ嬉しいです。いや、もうぜひ、いちごミルクさん、いちごミルクさん、もう私だけいちごミルクとか、なんか、いいかげんでもおかしくて、なんか、甘いイメージがあるんで、あれなんですけども、その中でもって、ちゃんとちょっとそこに置いてもおかしくないようなキノコ、スイートキノコーズっていうのもありますので、また今度それ、見てみたいです。あ、いちごミルクっぽいキノコも。はい、可愛いですよね。はい、わ、はい、かりました。頑張って作ります。はい、すいません、話はそうでしまった。お待ちしてます。ありがとうございます、はい。でもね、やっぱりそういう形で、こう、なんかね、楽しみながら、中でショッピングモールを運営されて、まあ、でも、みるちゃんさんの場合には、それだけじゃなくて、ね、歌も歌われてたんですよね。そうですね。はい、去年あたりは結構、ライブとかさせていただいておりました。はい。その時はどんな活動されてたんですか？そうですね。主に、その、セカンドライフ面で出会いました方に曲を提供していただいてですね。うん、それでバンドを組んだりとかしまして、うん、セカンドライフ面でライブ活動みたいなことを、はい、させていただいてました。楽しかったんじゃないですか？そうですね。月1回ペースでやってたんですけども、はいはい、結構、生歌みたいな、ちょっとすごい、下手くそなんですけど、生歌とかで歌い始めてから結構楽しいなっていう。生で、その、お客さんのチャットの声とか、自分がその生で歌った、
のを聞いてチャットで返していただけるっていうので、その一体感みたいなものが結構、はい、感じられたかなって思います。いや、あのセカンドライフならではですよね。あの、なんていうんですか、こう、お客さんと一体になってやってて感覚が持てたりとか、またあのね、リアルではライブやるって本当に大変なことなんですけども、セカンドライフだとね、強力なね、あの、助っ人がいっぱいね、あのいらっしゃいますし、また、ね、みんなで一緒にできますからね。そうですよね、本当に、あの、セカンドライフで、かなりその音楽方面、うん、結構いろんな方々と出会うあのチャンスがありまして、本当に今まで作詞とかもしたことなかったんですけども、その出会いで作詞とかさせていただいたりとか、こうやって歌を歌ってライブとか、はいはい、できたっていうのはすごい、すごい、なんて言うんでしょう、セカンドライフやってなかったら、そこまで多分やってなかったんだろうね、という、そんな気がします。いや、本当にね、あの、セカンドライフの中でもって、そういう新しい、なんて言うんですかね、自分の活動の場所に、あの、巡り合ったというか、そういうのができるようになったという形ですよね。そうですね、本当に。はい。いや、でもそれが、なんていうんですかね、その、やっぱりその皆さんと一緒にやっていくコラボレーションをやるっていう中で、やっぱりその、はい、あの、メルちゃんの、やっぱりその人柄だとか、その穏やかさ、またなんていうんですかね、その、まあ、周りから、あ、こう、ちょっとなんか助けてあげなきゃと思われるような、そういうようなところもあったかなと思いますけども。そうですね、何もわからず、ちょっと突発的に言ってしまうところでさって、結構、なんか大丈夫なのかなって思えたりとかはしてたかもしれないです、はい、いやいや、でもね、やっぱそういう中でもって、あの、結局ね、あの、人々みんなと一緒にもう、あ、やったっていう達成感だとかで、やっぱやるとね、まあ皆さんね、やっぱ良かったっていうふうに思えると思うし、やっぱそういう面では、はい、あの、セカンドライフの中で、でまたね、あの、ちょっと今活動休止されてるっていうお話でしたけども、またぜひともですね、はい、あの、聞かせていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今いろいろとちょっと、音楽生活制作作りをしておりまして、はい、また発表できる時が来ましたら、ぜひ、あの、イアン教授とかにも、はい、あの、皆様にもお知らせいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。いえ、本当に楽しみにしてます。まあでも、このセカンドライフ、はい、まあ、そういう意味で新しい可能性とかいろんな楽しいこともあるんですけども、でもやっぱりこのセカンドライフの中でやっぱりリアルと違いますから、ちょっとこう難しかったなとか、ね、はい、なんか大変だったなっていうこともあると思うんですけども、そういうテストどんな感じのところが、あの、ちょっと難しかったかなっていうふうに思われましたでしょう。そうですね。やはり顔が見えない分ですね、うん、チャットで相手に伝えるっていうのが、結構難しいなと、思いましたね。そうですよね。もう今こうしてね、あの、まあ、ボイスチャットが普通になりましたし、あの、今もう全然こう、メルちゃんと私とはもう全然違う場所にいるんですけども、今こうやってね、面と向かってお話ししてるような気分にもなれますけども、そうですね、チャットだけだとなかなかね。そうなんですよね。思ってることとか、その表情とかが、文字でしか受け取る、でなので、そこが難しいなぁと思いますね。やっぱり、やっぱいつも私はチャットを打つときは、最後に、あ、ニコちゃんマークとかをつけて、一応表現はしてるんですけど、はい、そんな感じですね。いや、でも本当にね、言葉のだけですと、やっぱどのように捉えるかわからなかったり、まあちょっとね、認識のズレとか、ちょっとしたところで、でもこうやってこう話をすると、実は、もう声のトーンとかで、すごくね、人柄が出たりなんかすると、なんかわかるなっていう感じしますんで、なんか、あの、ボイスでもってお話しされる機会が増えるといいのかなっていう感じもしましたが、すいません、もうあっという間に、時間も来てしまいましたけど、いい。あの、まあ、楽しいです、うん。はい。ありがとうございます、今日は。ちなみに最後のですね、あの、決めですけども、じゃあ今後のですね、活動や何かのコマーシャル、CM を、あの、よろしくお願いします。あ、はい、ありがとうございます。宣伝なんですけども、2月20日土曜日なんですが、22時から小京都名古屋、MC にて万華鏡さんたちによる冬の舞、
こちら日本舞踊になりますイベントを行います。そして2月22日月曜日になります。時間は22時からミルクウサギアイランド市のグランドオープンを記念いたしましてイベントを開催いたします。こちら場所は、はい、はい、ありがとうございます。場所は中央お城になりまして、こちらも22時から万華鏡さんによる舞踏会と、23時からりょうさんによる DJ とモンキャット花火隊による打ち上げ花火を予定しております。当日豪華な素敵なプレゼントもご用意しておりますので、ぜひ皆様いらしてください。よろしくお願いします。いやありがとうございます。いやなんかこう盛りだくさんですね。本当に楽しみな、週末と月曜日になるそうなんですけども、皆さんもぜひこぞってですね、はい、参加いただければと思います、はい、今日はお忙しい中本当にありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。今日もお時間ございましたらいらしてください。はい、もうぜひとも行かせていただきます、はい、楽しみにしてますね。はい、はいはい、では失礼いたします。どうもありがとうございました。